せーの、やっほー、あみです。みゆです。はい、はい、ということで今日は久しぶりの、せーの、じゃーん、イエーイそう、久しぶりの30円企画ということで、今回はケンタッキーフライドチキンさんを買ってきました。幸せ企画、よっしゃい、何段？3段、いや、4段、ね、4段でした。今回ももりもりと食べていきたいと思います。はい、食べます。もういいですか？食べます食べます。せーの、それでは早速いくよ。ポッポー。はい、ということで食べたいと思います。せーの、いただきます。とりあえず、まあ、食べながらいつものように紹介ということで、これ見て、クラッシャーズ、チョコレートのクラッシャーズ。ちょっと飲んじゃった溶けんの怖くて飲んじゃったね。飲んじゃった。でも意外に持ってるよまだ。え、なんか今回さ、レッドホットがあったんだよ。今期間でレッドホットやってて、レッドホットチキンマジで食べたかった。美味しいんだっけ？え、めっちゃ美味しいし、普通に辛いの、レッドホットって。めっちゃよし、食べます。いつも通り私はベジファーストで、みゆはいや、いつも通り。え、どうしようどうしよう。コーン食べます。で、今回はね、アミがカツサンド食べたいって宣言していたから、うん、ツイスター食べます。コーン。こちらみゆが食べますのはコーン。おいしい、コーンめっちゃおいしい。おいしい、めっちゃおいしいよね、うん、コーン5個必要だった。確かにね、食べれる。みゆは照り焼きツイスターを食べます。はい、こちらコールスローです。光飛びして何も見える。そう、アミね、この前みゆがさ、サーティワンで働いてましたとか言ってたんだけど、アミもね、ケンタッキー高1かなぐらいの時にね、一回働いたことあって、結構わかるの、アミもいただきます。うん、おいしい、めっちゃおいしい。今回ベジファーストはベジファーストでもそんなになんか野菜感ないから、うんうん、食べちゃおう。うん、めっちゃ美味しい。ケンタッキーカーネリングポテトがめっちゃ好きなんだよね。なんか時期でね、なんていうの、この細いポテトじゃなくて太いカールしたポテトがね、うん、売ってるの。美味しいの？うん、美味しい。食べる。美味しいね。え、どうしよう、とりあえずアミチキン食べたいかも。食べな。今日なんか量多い気がしてね。そうなんだよね。見てチキン、ごめんなさい素手で。おいしそう。いただきます。衣しか食べれてないけど、うん、まだ、あ、結構くるよ。あ、めっちゃおいしい。ちなみにツイスターってどこ入ったかわかんない。飲めちゃう？飲める。うん、めっちゃサクサクなんだけど、これ ASMR できるよ。うん、ほら見て、全然踏めないでしょ、うん、リブが一番食べにくいの、あの違うやつ、あばらのところだから。そうそうそう、あばら骨いっぱいある。完食。うん、今日はね、チキン2個とバーガー2個とクリスピードーナツ、ドーナツビスケットドーナツポテトセットってやつと、コールスローとコーンと飲み物とクラッシャーって感じかな。あの唯一の甘いものクラッシャーズ、めちゃめちゃ美味しい。うん、美味しいよね。ポップコーンチキン食べてみる、見える。なんでなんでなのなんでポップコーンだからポップコーンだから飛んでいきました。帰ってきました。オッケー、骨本当にないんだけど。え、ちっちゃいチキンないよ。今のだけだったじゃん、絶対。おかしい、絶対。いただきます。あ、おいしい。食べたんじゃないの？食べちゃったよ。え、骨飲んだかな。骨
ゃこんだけ、え、待って待って骨本当にさこんなちっちゃいの2本しか入ってなかったんだけど、いいだったかも。じゃあみゆもチキン食べます。マジでケンタ久しぶりじゃない？めっちゃ久々。なんかアミが働いてる時はさめっちゃ買ってきてくれたりしたんだけどさ、それ以来って感じ。いやそんなことはないんだけどね、ありそう。これはあるよ。いただきます。うん、辛い。辛いよね。ポップコーンチキンめっちゃ美味しいんだけど。うん、辛い辛いしか言わないんだけど、この人美味しい、めっちゃ美味しいけど、めっちゃ美味しいよ。辛い、ポップコーンチキン美味しい。やっぱケンタッキーだからちゃんとお肉だね。うん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 、美味しい。はい、ってことでカツサンドを食べます。油すごくない？ベタベタ。いただきます。美味しい。パンとマヨネーズとこのカツ、神か。神です。でもカツサンドキャベツいっぱい入ってるからこれ絶対痩せる。毎日食べたら痩せるね、これ。大豆食品。うん、やったー、間違いない。レッドホットチキン食べ終わりました。イエーイ。レッドポテトです。今回も多分これ余裕です、正直に言います。全然きつい時もあるからね。まあ、うん、そうなの、賭けだから。なんか賭けしてたね。はい、カツサンドいただきます。うわーって感じ、カツサンド食べるの。うん、おいしいって言ってます。何美味しすぎる。美味しいよね、本当に幸せですね、これは。マジで胃袋ちっちゃくなった気がする、ちょっとに。え、あみね、ダイエットしてもね、いくらね食べなくてもね、胃袋が小さくなんないの。え、どうしたら小さくなんの？お腹いっぱいになったよ、みゆは今。うん、いつものみゆちゃんありえなくない、うん、正直。うん、苦しいとか言うの？うん、大丈夫、全然いける。はい、最後終わり。サンドはさすがにお腹にたまるね。うんうんうん、なんかあれだね、ツイスターどこ入ったか分かんないとか言ってたけど、ちゃんと入ってた。あー、後から来るタイプだった。うん、うん、あとはこれ初めて食べるかも、ミークリスピー。あー、でも確かに。だってでもさ、そのクリスピーってツイスターに入ってるやつだよ。あ、そうなの？そうだよ。いただきます。さっき食べてた。おいしい。おいしいよね、カリッカリ。これね、作るのが下手だとめっちゃしなしなになっちゃうの。そう、これうまい。うん、おいしい。野菜は？うん、野菜。野菜食べます。肉もかけた。いただく。多分クリスピーはささみ好き。あー、ささみは痩せるわね。周りの衣剥いだら完璧だよ。うん、うん、何食べてんの？美味しい。コーンってこう食べにくくなってくるとうざくなってくる。ああ、ちょっとわかる。クリスピー、完食。うん、意外に来るね。止まるね。確かに無視してくるんだけど、結構大きい、こいつ。何？さっきから喋ってくれないんだけど。違う。完成。コールドストーン。アイス作り出した天才いたわ。サラダからアイス作り出す天才いた。コールスローとコールのを混ぜました。うん、これで食べやすい。うん、どう？ん？調子は。うん、いい感じ。これ美味しいわ。ビスケットに手をつけなきゃこれ食べなくなっちゃうから。うん、急いで味噌出す。ビスケット半分ずつ。はい、コールスロー完食。イエーイ。あとビスケットと、はい、これラスト一つずつ。ポップコーンチキン美味しい、めっちゃ肉肉しい。ビスケットを食べます。ビスケットってちっちゃい頃めっちゃ食べてないか、好きだった、なんか食べたかった。食
べてはないが、うん、食べたかっただよね、うん、食べたかったよね。いただきます。ハニーメープル美味しいねこれ、うん、ハニーって言われたらハニーだ。ハニーの味してきた。うん、クーさんの味。うん、ありがとうプーさん。アミがプーさんだったみたいになったんだけど。うん、はい、あとポテトだけです。ポテトは100マックって思ってたけど美味しいね。食べ応えがあるよね、すごく。まだだよ。まだだよ。飲み物あった。終わったみたいな雰囲気出してるけど、まだだよ。会員。はい。クラッシャーズ会員。はい。ということで、ケンタッキー3000円分完食しました。美味しくいただきました今回も。はい、感じで今回の3000円企画でした。はい、ということで今回も美味しそうに食べてたなと思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとミュウでした。バイバーイ。